もう店はぶちまけろ。なんだ桐生さん、乗って。立花、早く。遅くなりました、桐生さん。あいにく車の運転は得意じゃないんです。しっかり捕まっててください。逃がせろおめえら。誰この野郎。くすぐきやがる。道島組の締め付けで、うちの情報網も動きが鈍っていましてね。なかなかあなたの状況がつかめず、小田さんに知らせる暇もありませんでした。おかげで自分で慣れない運転をする羽目に。あんたにも苦手なもんがあったんだな。苦手というか、いわゆるペーパードライバーっていうやつです、緊張した。おかげで助かった。あんたが来なけりゃ俺はあそこで終わっていた。俺は甘かった。自分はもっと強い人間だと思ってたんだ。だからどんなに突っ走ったところで、そのケツは全部自分で取れるつもりでいた。それが今じゃ、俺が近くにいるだけで周りの人間が危険にさらされる。俺を守ろうとしてくれた人たちがだ。セレナのママ、風間のおやっさん、錦、それにあんたも。結局俺はたくさんの人間に守られていただけだった。それに気づかずにいたツケが今になって回ってきたらしい。バカだった。私があなたならそんなことは気にしません。私はね、桐生さん、自分の周りにいる人間は全て利用すればいいと思っています。私の育ってきた環境では誰もがそうしていました。そうでなければ生き残れないし、のし上がっていくこともできません。金でも何でも使っていかに周りの人間を利用するかだけを考えるんです。あなたのようなアマちゃんには遠い世界の話でしょうけどね。なら、さっき俺を助けに来たのも俺を利用するためってことか。そうなりますね。あんた、何が言いたいんだ。私は人を利用してきた結果として金と力を持つようになりました。どうも私にはその方面の才能があったようです。ただし、あなたと違って私には私のために命を張るような仲間はいません。私の周りにいる人間もまた私のことを
利用しているだけです。あなたが自分をバカと言うなら私もいくらか。そんなバカになりたかったと思います。立花、あなたを守ってくれる人たちは、あなたが自分の損得で動く人間でないことを知っている。その上、あなたは一度こうと決めた相手をバカみたいに命がけで信じることができる。そんな人間は特に今みたいな時代めったにいるもんじゃありません。残念ながら私はまだあなたのために自分の命までは張れません。ただあなたを信じて私の命を託すことはできます。立花今のはシラフで言うことじゃなかったかもしれませんねよかったら一杯おごる。後にしましょう。この車はここで乗り捨てます。あの車は敵じゃありません。織田、この町にもわずかですが東条会の力が及ばない場所があります。これからそこへご案内します。どうかしたのか。おい橘。社長、しっかりしてください社長。大丈夫なのか、立花は。とりあえずはね。ここだけの話、社長は随分前から腎臓をやられてんだ。このことは立花不動産でも俺しか知らない。病気ってことか。昔社長が腕をなくした時、輸血するまでにだいぶ手間取ってな。それで腎臓がうまいこと動かなくなった。社長の腕を落としたのはその頃敵対してた中国人マフィアどもでね。もちろん落とし前は俺がつけといた。カタギの話には聞こえねえな。昔のことだ。俺らはその頃まだ不動産屋でもないゴロつきでさ。でもそれ以来社長は一日おきに人工透析を受けなきゃなんなくなった。こいつをやらねえと社長は死んじまうんだ。立花はそんな体で東条会を敵に回してきたのか。この人は
体がこんなんじゃなければ全部一人でこなしちまう。腎臓のことがなきゃ多分立花不動産って組織も俺やあんたさえ必要なかったろうな。それでこれからどうする？全部社長が目覚ましてからのことだ。安心しな。ここはカムロ町の中で唯一登場界の目が届かない場所でね。アジア街って呼ばれている。聞いたことないか？アジア街？この界隈に住んでんのはアジア系の外国人だ。堂島組から身を隠すにはうってつけの場所だよ。あんたらはそんなとこにも顔が利くのか？俺も社長も日本人じゃないからな。え？俺たちはもともと在日中国マフィアだ。だからここも闇医者だよ。真っ当な病院にはかからねえからな。出身はマフィアか。初めて聞くな。別に隠してたわけじゃない。ただ今まで立花不動産が登場界に尻尾つかませなかったのもこのアジア街って聖域があったからだ。この辺りの店はマフィアたちにみかじめ納めてでさ、外国人同士つつましくやっている。そうやってる分には登場界もアジア街を黙認するとさ。じゃあここに俺らが出入りしていると知ればアジア街は登場界の怒りを買うってことか？まず間違いなくな。けどうちはここの顔役にリスク以上の金を払ってる。誰だ？さっき言った顔役の使いだ。陈先生在叫你，要你把那日本人也带去。ジーダオラ。何か問題か？あんたの扱いについて顔役と話をつけなきゃならない。ただあまり歓迎ムードじゃねえようだ。このビルの近くに中華の店がある。あんたにも一緒に来てもらうぞ。行こう。それじゃ顔役のところに向かうが、勝手に変なところ歩き回るなよ。うろちょろしてると面倒なことになるからな。さあ行くか。